本。今日は、メルボルンのフレーズについて、説明していきます。メルボルンが分かんない方は Spotify や iTunes で松本族メルボルンと検索して、ぜひ聞いてみてください。これは、前に出した動画の203連のをちょっとモチーフにした、フレーズになっています。メロディーのフレーズをたくさん叩いていきたい方におすすめなので、ぜひ習得してみましょう。それでは、叩く場所は、どこでも大丈夫です。4小節ごとに、メロディーを変えていくと音楽っぽくなると思うんで、そこも合わせて挑戦してみてください。それでは叩き方のフレーズ解説していきます。これで1セットになります。最初前半のフレーズはこの、2つのフレーズ、ひたすら繰り返していくだけなので、そんなに難しくはないと思います。このタンタカタンタンタカタカタン、分かんない人は歌いながらやるとすぐにできると思うんで、恥ずかしがらずに、挑戦してみてください。タンタカタンタンタカタカタカタン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 タン。はい、最後に、メロディーを動かしていくとメロディーの幅が広がって、一気に音楽っぽくなると思います。それでは最後に、デモ演奏して終わりたいと思います。公園に行って子供たちが遊んでる姿を見ながらハンドパンを叩いて幸せな時間を過ごしましょう。ハンドパンの購入を考えている方、ハンドパンレッスンでもっと深く、ハンドパンの技術を習得したい方は LINE の公式登録お願いします。それではまたお会いしましょう。